らベクタ様が現れたとはいえ、この暴虐な争いをあなたが感化するはずがない。目を覚ましてください。リピア様を愛しておられるんでしょう。このままでは彼女も死んでしまいますよ。ドロシーグロ、消えちゃいねえか。キリト、ユージョ、一体今までどこに行って。いや、それよりもここはいい。アリスのところに行って。軍勢はそっちに集まってる。行って、行くんだキリト。僕らのアリスを。くそ、簡単には行かせないってか。なくなってる。洗脳どころじゃない。これじゃ侵食だ。自我がきドロシー、やっぱり大元を叩きに。ドロシー、洗脳解除の方法、父さんから学んだ知識。暗黒術、神聖術。父さんは言ってた。何かが誕生すればその瞬間にそれを対抗できる術式展開。ドロシー、回復、違う、緩和、違う、クリニングコントロール。キリト、召喚は父さんからたくさんの神聖術を習いました。本当か？ドロシーはそれ、はい、習得済みです。召喚はできます。ならせめてシャステやリピ。いや、キリトの言う通り、大元を立たねば。戦場にいる全ての者たちを正常な思考に戻さなくては、一人や二人ではダメです。全員にこの状況はおかしいと理解。でも、システムコマンドが分かってもそれを向ける対象が多すぎる。はい、全員にやるとなればですが、今この場は神聖力に満ちている。そして足りない、召喚の命で補えるでしょう。おい、召喚のって。キリト、君が好きですよ。ドロシー、おかしなことを考えてないよな。そんなの絶対。君が好きです。待ってくれ。俺が今他の方法を考える。君の守りたい人、守りたい場所、君自身も、召喚が守りたい。君を守ってあげたい。ドロシー、ダメだ。どんなことになっても、ずっとずっと君の友達です。本当に大好きですよ。だから、君と世界を守る。システムコール。治療してくれてありがとう。キリトたちの事情はまたちゃんと聞くね。心苦しいけど、そろそろ行かなきゃ。シャスターさんに。
バカ者め、お前の果てしない天命地はお前を生かすために与えられたものだろうに。人界の者たちよ、すまない。俺は洗脳されていたんだ。仕方ないさ。それにこちらも事情があって断りもなく離脱した。お互い弁明や説明を後回しにしよう。今目の前の戦場をどうにかする方が先だ。シャスター、戦況を教えてくれないか。ああ、キリト、奴はベクタは暗黒海軍の各陣営に、そして最後の伝令では聖号騎士のアリス・シンセシス・サーティが光の巫女であると報告を受けた。駆けつけられる者がすでに向かっているだろう。お前の友だ。今すぐにでも行った方がいい。ドロシーは任せて、このままここで治療を続けます。頼んだ、リビア。ドロシーも俺の大切な友達なんだ。よし、暗黒騎士団に次ぐ現時刻をもって俺は。何をバカなことを。力の掟に反している、そう言いたい顔をしてるな。レディクスポット。ああ、そうだろう。暗黒界に生きる。だがそんなことは知るか、クソくらいだ。お、あの男は我々を操り、同胞たちを虫けらのように扱い、大義もなく単なる私利私欲のために利用した。お前たちは操られてなお、その身を奴に委ねる気か。次は友を、家族を、愛する者を手にかけるかもしれん。それがないと言い切れるか。そんなものに従属する未来などごめんだ。頂に立つ者には責任が生じる。あれはそれを果たす器ではない。たとえ三奪者と罵られようとも、これ以上同胞の命を無駄に散らすことは許せない。志を同じくする者のみついてこい。志を同じくする者のみついてこい、なんだろう。まさかお前と戦場で手を組むことになるとはな。人海軍も行くぞ。目前だった和平を潰したクソ野郎をぶん殴る。敵は暗黒神ベクタ、暗黒神ベクタだ。貴様、まだ戦うつもりか。正気に戻ったのだろう。そうだ、この状況がおかしいと気づいたはず。他の者たちも我に返って。我々、私の敵は私を脅かすものよ。マヌケヅラを見せてくれてありがとう。洗脳って何のことかしら。でもそれは私にとっては正常なのよ。この状況でベクタ様に歯向かうなんてありえない。仲良しごっこなんてやってられないわ。最後に生き残れる方に私は賭ける。アリス、キリト、アリス様を助けろ。あら、急に姿を消したと思ったらまた現れたのね。私に会いたかった？それとも暗黒神ベクタ様へのご拝謁をお望みかしら。
お前は何者だ。我が名をすでに知っているであろう、人界の剣士よ。いや、知らない。この世界に入り込んだ賊が暗黒神ベクタと名乗ってるのは知っている。ほう。役割を演じてるのは大したもんだ。その側にふさわしいよ。だが、みんな生きてるんだぞ。この世界で生きてる。姿形が異なるものだって人間なんだ。お前は絶対に許されないことをしたんだ。その口ぶり、貴様ここのユニットではないな。ラースのものか。さあな、そっちは軍人か傭兵か、いや何でもいい。この世界への侵略者であることに変わりはない。宣戦布告する覚悟しろよ。俺は絶対にお前を倒してみせる。これはこれは思わぬ伏兵だ。この世界にウォッチャーのような存在がいたとは。少年よ、お前は私の興味を引くことに成功し、私はこのターゲットを連れ出さねばならない。期待に応えてやれなくてすまない。彼女の友だというのならここでお別れをしてくれ。さよならの言葉は私が後で彼女に聞かせてやると。原始の混沌より生まれし者よ、我が呼び声に応えよ。なんて関係ない。生き残りたいんだろ。援護するわ。ああ、惜しいな。もっと味わいたいものだが、知った者たちの進言通り先を急ぐとしよう。諸君、楽しんでくれ。くそ、待て、アリス、アリス。
ありがとう。はあ、今どうかな。よし、はあ、はっ、くだれ。
陣営を分けるしかない。だが誰か欠けるだけでも死者が、人海もダークテリトリーも協力し始めてる。それでも足りない。もっと何か手立てはないのか。援護キリト、上だ。太陽神ソレスの名のもとに神の裁きを下すわ。ディヴァインパニッシュメント。みんな
とやつらだ。キリト、状況はどうなってるの？アリスがさらわれた。追わないと。けど戦場をこのまま見捨てることもできない。敵は複数、しかも強大。戦力分散は命取り。うん、分かった。戦力が足りてないってことだよね。ハスナ、多分そろそろだ。一体何を言って。どうやら聞き分けが悪い相手みたいね。なら言うことを聞かせるだけよ。家臣にイグニアの使徒たるこの私の怒りを買ったこと、名義で後悔しなさい。邪悪なる獣に炎の鉄槌よ。アウェイキングダイアンテイタン。残念、援軍がもう終わりだと思った。まだあるわよ。祈りが届きますように。傷ついた全ての人々へ祝福と癒しの風が吹きますように。風神やエリンの加護を背負いし者が今ここに唱える。カインドネスアトモスフィア、ハンターワールドは私たちが守ります。もう第二のホームなんですから。リーズ、シリカ。すまないキリト君、こちらから最大限の援護射撃を用意するのに時間がかかった。キクオカさん、未だこちらの状況は芳しくない。一時的に倒廃処置をしているが長くは持たないだろう。簡潔に話す。彼女たちにはスーパーアカウントを与えた。戻ってきた彼女たちが君の仲間に声をかけて援軍を呼んでくれたんだ。受け取ってくれ。驚きなさいよ、私たちだけじゃないんだから。もしかして僕のこと待ってた？剣心グラディアの力、そして僕という絶剣がいればこの戦に敗北はありえない。なぎ払ってあげるよ、グラディア人アポカリプス。パパ、私もいますよ。これより全力でサポートします。勇気ゆい、霧の字、おめえは本当に俺。また世界の危機か。準備って言ってもこういクレイエギル。あっ、きちゃんとした対価を要求するぞ。俺っちのことだけじゃないんだ。捕まえるのに苦労したんだ。しかし俺っちにミュージックスタート。誰が彼女の歌を邪魔していいと言った？何人たりとも許しはしない。ユナ、エイジ、どこでも事件を起こしてるんだな。呆れるよ、そうした人脈作りに。まあ今日という日には福音になり得る。そうだろうキリト、彼らは今までお前が守ってきた者たちなんだから。ラースが大変なことになってると聞いたが、まさかこういうこととはね。イツキなんてね、助けるよ。君も知ってるアファシスト、そのマスターがお望みなんだ。なら僕はあの子のためにやるだけさ。リアルガールが騎士団、全軍に通達、全軍に通達。目標はアンダーワールド人を傷つけている魔物です。アンダーワールド人は傷つけないでください。私たちは味方よ。みんなベクターに騙されてる。あいつは自分の命を、周りの人を守って。アラス、キリト、アリスを追いなさい。あんたの役目は彼女をベクターから取り戻すことよ。これだけ援軍が来てくれたなら大丈夫だ。キリト、誰を連れていく？
キリト君、もう通信は持たない。最後にアリスが連れて行かれた場所に、ワールドエンドオールター、別名果ての祭壇だ。そこにあるコンソールから彼女は連れ去られようとしている。ベクタが消えた方向をそのまま進め、やがて浮島にたどり着く。その先が果ての祭壇だ。ビト君、もうここまでだ。とは君の健闘を祈る。ありがとう、キコカさん。最強の援護をもらっ。これは想像していたよりずっと進むのが難しい。ユージオ、今それを考える時じゃない。希望を捨てずなら、ベクタもすぐには果ての祭壇までたどり着いていないはず。そうだよね。ここから急げばきっと追いつくはず。行こう。僕らは二度とアリスを失っちゃいけないんだ。ああ、行こう、ユージオ。よろしく。やった、任せて。